1953年、倉兼翔介は、日本の漫画家、出版美術家連盟会員、山梨県甲府市出身、安密姫の原作者として知られる。倉兼虎を、倉兼義行の筆名で活動していたこともある。1914年2月13日、山梨県甲府市で、料理屋の4、男として生まれる。甲府市立甲府商業学校に在学中から、 少年クラブや少女クラブなどの雑誌に作品を投稿。卒業後、料理屋の仕事を継ぐのがどうしても嫌だった倉金は家族に告げずに雑誌に掲載された作品や写真、履歴書を同封した弟子志望の手紙を尊敬する田川水宝に送る。上京するように書かれた返事をもらい、母たちの許しを得た倉金は1932年に姉に連れられて上京。 田川に素質を認められて、内弟子となる。1934年に独立。1935年、倉金義行の名で、少女クラブ10月号にて、ドリちゃん万歳の連載でデビューする。1941年10月に王将。自ら志願し、従軍記者として、普通院の最後へ出発。日本陸軍の占領下に置かれたシンガポールで、 現地民宣部のための新聞編集の仕事を行う。1946年5月に復員。その後、絵本の差し絵から仕事を再開する。1948年に結婚。1949年2月に長男が誕生。同じ年、公文社の月刊雑誌、少女5月号から、暗密姫の連載を開始。大ヒットし、一躍人気作家となる。また、 9月後からは、筆明を小介と改める。1953年本人社の月刊雑誌、平凡で、天天娘の連載を開始。同じ年に、第2回小学館児童文化賞を受賞。安密悲鳴や、天天娘の連載後も一貫して、少女時代にあぐ漫画を発表し続けた。1973年8月25日、心臓発作により死去。59歳没。 代表作としては、ドリちゃん、万歳、お猿太抗期、お猿さん重視、暗密姫、豆姫様、天ん娘がある。このうち、暗つ姫と天ん娘は、数度にわたり、映画化や、テレビドラマ化がされた。ここでは、主に雑誌連載作品と描き下ろし、単行本作品を取り上げる。ありがとうございます。